太宰府遊園地は、福岡県太宰府市財布4丁目7番8号に位置する遊園地。西日本鉄道、太宰府天満宮などが出資して設立された、株式会社太宰府園が運営する。園形太宰府天満宮から、境内東側約3万平方メートルの敷地の無償対応を受けて建設された遊園地で、ゴーカー,アート、コーヒーカップ、メリーゴーランド。 水上コースターなど子供向けの遊具約20種類を設置している。なお、ジェットコースターを西日本で初めて導入している。2011年4月に観覧車から幼児が転落する事故があり、その後観覧車は撤去された。1957年9月17日に資本金2500万円で運営会社の大財布園が設立され、同年10月13日に ダザイフエンの名で開園した。開園以来、大規模な設備投資を実施することなく推移し、1974年のピーク時には年間64万人の入場者を記録したが、その後、少子化やレジャーの多様化が進み、2004年には年間13万人まで減少していた。2005年にダザイフエンの近隣に、九州国立博物館が開館するのを機に、同年7月から、 遊具の新規導入及び塗り替え、梅をイメージした泡紅色の正面ゲートの新設などの改装工事を約1億円をかけて実施し、同年10月13日に新装開園した。これに合わせて名称も、大財布園から大財布遊園地に改められた。ABC 株式会社大財布園第64期決算広告九州国立博物館。 一般公開まで6日、イコール天間具の遊園地一新開館期に客、呼び込め、ダザイフ園13日から遊具3機を新設、アーカイブド2007年11月23日、アットザウェイバックマシン、西日本新聞社、2005年10月10日、2009年6月27日閲覧、ダザイフ園、が、名前も、新たにリニューアル。ダザイフ遊園地オープン、西日本鉄道、 2005年9月2日、2009年6月27日、閲覧、ありがとうございます。